皆さんいつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、夏野菜をね使って、料理していこうと思うんですけど、ホワイトソースとトマトソースで合わせてドリアを作っていこうと思います。この暑い時期にね、暑いものをちょっと食べるっていう汗だくな感じでちょっと、食べるのもちょっといいかなと思うんですけど、そんな感じで今日も、作っていこうと思います。はい、それではまずナスから切っていきます。ここ取っちゃってください。今日は乱切りにしていきたいと思います。じゃがいも真ん中切ってもらってですね、こんな感じでね切ってください。これぐらい結構ひたひたな感じで、でホールトマトを入れます。2缶入れます。コンソメをね、はい、塩コショウ、これもね適量で。煮込んでる間にですね、ホワイトソースを作っていきたいと思います。大さじ10杯特にね、ダマにならんようにね、ちょっと軽く空入りしてください。弱火で軽くね。無塩バターを、これ 100g 入れてください。火加減は中ぐらいです。これをね、ミキサー使うとね結構簡単にすぐできますんで、はい、面白いですね。はい、ここでね牛乳を入れていきたいと思います。牛乳はねちょっとずつ、ここで一気に固まってきますんで、はい、固まってきます。まろやかになるまで繰り返していきます。結構ね牛乳使いますんで、一回に一気にするんじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつ、はい、していってください。20分経ちましたので、こちらピーマン、万願寺唐辛子ですね、これを入れます。はい、まずトマトソースが出来上がりました。はい、こんな感じですね。ホワイトソースと混ぜ合わせました。200度で6分。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。